前回の猛者列のこと最初の方は難しかったと思いますが、今回の猛者の方、エピソード、人物像、そしてこの方の成績などをいろいろお話ししていきますので、皆さん今回はひょっとしたらなかなか難しいかもしれませんよ。頑張ってください。難しいよ。あ、そう、さらに今回の方が難しいと思う、はい、俺の60でしょ、うん、60歳ぐらいの人でもね、ひょっとしたらね、知らないかもしれない。あ、っていうことはもう上の方ってことだね。今回の猛者の方はね、ちょっとね、いろんなね、アクシデントみたいなのがたくさんあった人で、うん、で、何がアクシデントだったかって多分皆さん驚きますよ。当時ね、その当時ね、うん、勤労奉仕っていうのを結構やってたみたいなのよ。それはオフシーズンにってこと？オフシーズンなのかシーズン中かわからないけど、その、まあ、試合の合間か何かわからないけど、うん、ない時に、まあ、あの野球界でね、うん、まあ、勤労奉仕じゃないけど、うん、例えば俺現役の時でもね、子供病院とかそういうところにこう慰問に行ったりするんだけど、うん、まあ、それはほら行った先の慰問だったけど、うん、この、 勤労奉仕っていうのはその地域とかのね、限定とかそういうのが結構あったみたい で、うん、でそれにね、なんとね、参加した時にね、うん、実はね、よく聞いてもらいたいのが、うん、右手のね、中指とね、うん、薬指で、左手のね、人差し指と中指のね、先端をね、欠損したんだよ。あの、ね、結構野球選手としてはもう致命的だよね。そう、あのね、あれなんていうのかな、ぐるぐる歯車、うん、歯車にね、挟まれたんだって。うん、それで、それがね、1944年、うん、もう、もう入ったね、次の年ぐらい。そう、うん、入団して結構なニュースになったんじゃないの？なったんだと思うよ、うん、でそれでね、もうほら、指を欠損したって言ったらさ、もうやっぱりほら、致命傷っていうだけに、うん、野手だったらごまかし効くんだよ、うんうんうん、でもポジションは投手だからさ、うん、やっぱちょっと難しいかなっていう。だってさ、ね、指先でね、うん、ボールの感覚とかさ、そう投げ方が変わるわけだからね、うん、でね、俺この方にね、うん、指導されたことあるんだよ。あ、そうなんだ。うん、現役の時は聞いたの、うん、そしたらね、すっごい帽子を飛ばすんだって。投げた後にバーンって帽子が吹っ飛ぶんだって。この方、はい、もうダイナミックな投げ方するんだよ。でね、この猛者でね、剛速球投手をちょっと紹介したことがあるんだけど、まあその人の投げ方のようなダイナミックさ、うん、じゃあ体はすごいのかったらね、そうでもないんだよ。ああ、そうなんだ。もうそうでもない。声がよく通ってね、でやっぱりこう ボールを投げるとね、もうこうなんていうのか、戻ってこう来る、ここがねすごくてね、帽子がねよく飛んでね、帽子がねこう斜めになったりね、うん、結構する方なのよ。なんか全身バネって感じだね。そう、うん、これをやった翌々年ぐらいかな、うん、にね、結局10勝上げたんだよ、復活して。よくね、リハビリとかっていうのがね、うん、戻ってこれたね。でね、その時にね、もうね、球種がね、投げれなくなるんだよ、うん、ナックルってボールしてる、わかるよ、うん、あの指でこう、3本で挟んで、うんうんうん、こう無回転でこうボールを投げて、こういろんなこう動かすっていうね。これほら、中指の指が先ないから、うん、この人、あの人差し指と薬指だけでやってね、やっぱそういうこう魔球をね、ちょっとこう努力するって言ってね、この方がね、投法名もついてんだよ、うん、実はね、忍者投法でついてる。あ、そうなんだ、うん、忍者投法っていう。でね、やっぱりね、すごい数々のね、あの努力をしてね、で、後にね、巨人軍あるじゃない、うん、ね、で、昔は1リーグだったのよ、ね、で、その当時はね、このね、強い巨人にね、この猛者の方は投げてね、当時の新記録でね、8連勝してるんだよ。あ、そうなんだ、うん、巨人キラーってな、ニックネームついてる、うんうん、で、ね、その方が引退して、うん、当時の我々の チームのところにいてね、まあ、どっちかって言ったらね、教育指導係っていうような名目でね、うん、で、ほら、俺さ、前腹筋30回ってあったじゃん、うん、足上げて1、2っていうやつ、これは、ね、この方が俺にもう毎日やらされたやつなの、うん、
本当にね、でね、あの普通ね、ほら教育指導って言ってもさ、うん、あのコーチがいて、で選手でもさ、こうほらある程度ベテランの選手って来るじゃない。うん、普通遠慮するじゃん、ちょっと、うんうんうん、ね、で例えばこう5人ぐらいで腹筋背筋でこういるわけさ、ね、そうするとね、そこにねちょっとベテランの人がいたのよ、ね、でベテランの人がね声出さなかったのよ、うん、ね、まあ、普通言わないじゃん、うん、あんまりこうベテランの人が声出せたら、ね、まあ、横にいる若手に声出させたり、うんうん、さあその人はね、ちょうどその人直接ね、おい誰誰声出さなきゃダメだっつってね、でそのベテランの人もね、俺らと同じような新人のようにね、1、2、3っつってね声出すんだよ。でやっぱね、声出さないとどんどん言われちゃうから、だからそこら辺はね、もう訳隔たりなくね、もうその人からしたら、うん、もうみんな後輩に当たるから、そうだから、うん、俺らからするとすごいベテランだけど、もうその人から見たらね、ほんと孫ぐらいの感じの人間ばっかりだから、うん、だから全体的にもう本当に教育をして、そうだから、うん、もうあのね、うってつけだった、うん、この方は、うん、この方は本当にね、うってつけで、で俺もね、よくね鍛えられてね、でこの人とね、あのほらこの方投手だね、うん、で投手なのにね、俺ほら野手じゃない、うん、俺にノックしてくるのよ、お教育係で、うん、ね、そしたらね、ちょっと長くなるけどいい、どうぞ、俺ねショートでね、一番最初ね内野に転向した時にね、この方のねノック受けた時にね、バットを振りかざしてね、はい松永行くぞーって言われて、ほんで思いっきりボール上げてね、思いっきり打つかなと思ったらね、ちょっと打つんだよほんでもうあの全身 の, あ の, まにあの前の緩い打球台でね、はいはい、それをガーッ走ってってボール取ってカッて投げるわけ、ね、でまた戻るじゃない、ほんとはまたね行くぞーって言ったらね、またねバーッと振り上げたらね、ちょこっと打つんだよバンドみたいな感じで、それをねずーっとやられたの。ほんとはね、だんだん俺もさ、ちょっと頭くる、うん、はい、そればっかりやられるから、もうお前ばっかり生かされるから、ほんとはね、普通に正面打ってきたボールをね、このやろうと思ってね、その方にね目がけて投げた、うん、ね、もうもう顔ぐらい、もう当ててやろうと思って、そしたらね、ひゃっひゃって避けるんだよ。でね、怒るかなと思ったらね、よし、そのぐらいのねガッツで ね最後までやろうって言われてね、でやったのよ。で今度はほらボール投げてても通用しないじゃん、うんうんうん、だから今度ね、俺も若い時だったから、ボールを取ってね、全部ね取ったボールはねポーンって返するのよ、うん、そしたらね、俺ね2カゴノック全部終わるまで俺終わらないのね、うん、そしたらずっと投げてるとワンバウンドで返してたらね、うん、そのボールばっかり使ってるから、ここ減らないじゃん、よく考えたら、で何俺何球受けてんだみたいな話、うん、もうそれまでに、でそれから今度ねボールを投げたらね、ほら避けられたじゃん、うん、で今度頭きたからボールを取ったやつをレフトにギャーンって、ね、レフトに全部ボール投げてね、もう拾われないように投げたのよ、うん、そしたらね怒りもせずにさ、終わったらさ、おし松永、はい、レフトのボール全部自分でやってこいって言ったら、結局ボール行くのかよみたいな感じで、結局あの選手がほらやっぱりほらちょっとこうイラッてしたりとかってあるじゃない、それをね、うまい具合にね、やっぱこうやって、あ、教育係でなんかあのもう本当うってつけのだったなっていう感じでした。一緒になってこう熱くなるんじゃなくて、ね、そう、でこれがね後にね、あのちょっとこう違う選手と違うコーチを見てたらね、選手がちょっと俺みたいな近いような行動したらね、コーチが熱くなってるやつ見た時に、あ、これじゃダメだなと思ったこともあった、うんうん、だからこの方を見て、あ、選手に対して怒るんではなくて、その選手の怒ってる怒りをパワーに変えるような練習方法っていうのをやってあげた方がいいんだなっていうことも学んだね、うんうんうん、それは大事かも、そうでね、よくね、あのこの方ね、俺の部屋に遊び来てたよ、あ、そう、あの寮に、寮にね、コンコンコンって来てね、いるかーっつってね、うん、入りますって言ったら、お、中入るぞーっつってね、うん、いつもね、なんかよく来てた、うん、成績でもね、結構ね、この方ね、成績いいんだよ、百何日とかやってんだよ、うん、でもさ、こうやって、なんだっけ、自分のさ、身に起こったアクシデントもさ、うん、プラスに変えて、うん、ここまで来るんだったらさ、やっぱりみんなこの人の話は聞くよね、うん、聞く、うん、それはね、欠損を4本も欠損しててさ、そうしても、うん、でね、あのボールを投げたらね、やっぱね血が滲んだらしいよ、ああだろうね、うん、でそれでね、いろんなこうね、当時のほら情報がない時に、うん、フォークボールをどうやって投げる、ナックルをどうやって殴るっていうのを、ね、自分で全部研究してね、で投げたらね、そのこう指の縫い目からこうあの縫ったところから血が出たりねしてね、うん、結構ね、うん、それでもね、やっぱね、ほら巨人相手に8連勝とかしたんだからね、それはやっぱすごいと思う、ね、順風満帆とは言う、うん、本当に言わないところからさ、うん、でね、やっぱどうしてね、俺のことを可愛がってくれたかって言うとね、うん、同じね、福岡なんだよ、ああ、そういうのか、うん、で、学校がね、あのね、
今のね報告高校っていうかな、うん、まあ、昔のね文字工業っていうと、うん、そこ近かったんだね。そう、そこのね方でね、でね俺が入った時からね、おお前北九州かここらかって言われてね、うんうん、それからこうなんかねこうよくからかってもらってね、でも本当にこういい人に目つけられたなって感じした。そうだね、うん、でもうここまで来てね、もしわからない時はググっていただいてね、忍者東宝っていうね、あのその検索をちょっとかけるとね、この方のお名前が出てくると思います。でね、これはねもう本当昔はね、巨人キラーって言われてね、あともう一人か二人の方のお名前も出てくるわけですよ。だからまあ本当にあの調べたらすぐ出てくると思いますので、今回もコメント欄に、この方の名前と、ね、そしてまあ思い出は、まあ、かなりの年配の方ではじゃないとないでしょうけども、あのキャンプ見た時にそういえばこんな感じの人だったなっていう話もね、一緒に書いていただいて、コメント欄を盛り上げていただきたいと思います。今回のおされつ年はこれにて。